2019年の10月8日木曜日から東京駅まで現状報告についての音声レビューを開始したいと思います。スバル文学賞に対しては、原稿が届いたという受領届が届くんですけども、他の文学賞についてはちょっとよくわかりません。でも同じ原稿を同じ文学賞に2つ送ってしまったら二重投稿になるのではないかなと思っています。そうですね、もう F04A という機種は0円では売ってないかなと思っています。カメラの、携帯電話のカメラの機能は200万画素だとどうしてもやっぱ汚いのです。シャープ製の 911SH も200万画素ですが、200万画素だと画像が汚くてとても使い物にならない、使い物になりません。ただもっと前は100万画素とか35万画素でやっていたんですけども、なんでか知らないんですが 911SH のカメラはそのノイズが入りやすいです。暗いところとかだ、 CMOS センサーだから暗いところだとノイズが入りやすいというのはわかるんですけども、それにしてもひどすぎます。8121子供モバイル東芝から出ているやつがあるのですが、これは CMOS センサーですが324万画素あります。それだと圧倒的に画質が綺麗なんです。まあ画素数が上がってるからということもあるんですが、まあ電話のオペレーターはやっぱり圧倒的に女性の方が優れていいなと思いました。男性だとダメだなという感じになるのです。ちょっと画面がカクカクしていますが、そうですね、 911SH が買った当時は最新だったんですが、 912SH というのも優れていいなと思います。カメラの画素数が200万画素が324万画素になって、あと音声はストレオ音声になり、電池持ちも良くなり、ハイスピードにも対応しているという、 911SH と 912SH は随分差があるのです。この本は面白いです。株とかやるんだったら分かりやすいかなと思います。株関係の本で一番分かりやすい漫画の本です。実際に自分も買いましたが、そうですね、神様カルテというのは実際読んでみたんですが、そんなに面白いかなという感じがしました。奥さんのことをワイフと言っているのがなんか引っかかってあんまり読まなくなりました。内容も斜め読みでパラパラめくってみただけなのでよく覚えていません。将棋のプロ坂東かな子さんという方は
そうですね、2010年の4月14日、Google を使って調べてみてはいるんですが、今も休業中で、ブログがあったんですが、2006年の、2008年の3月30日を最後に、ブログは更新されていません。今どうなってんのかというのはちょっとわかりません。坂東かな子と読むんですが、1986年生まれですが、今はそうですね、出ていないみたいです。女優商業を辞めてしまったというわけではないみたいなんですが、坂東かな子女流2級が2009年の4月1日から2010年3月31日まで休業ということなんですが、もう2010年の4月はどうなるのかというのがどうなってんのかなと思いました。そうですね、もうどうなってんのか、ちょっと復帰の見込みは立っていません。多分この入院というのは、休業するきっかけになったみたいなんですが。これですね、大阪府の知事に部下がメールで反論をしたということなんですが、上司に対してお前というのはどういった呼び方なんだろうというような感じがしていますね。この何でしょう、橋本府知事に対して部下の府職員が知事に対してお前と言ったことなんですが、これを発表したのが金曜日に発表しました。で、土日を挟んだので、こういうことを発表するとすぐ反応の電話が来るんですが、土日というのを間に入れることで問い合わせ件数を少しでも抑えようと思ったのではないかなと思いました。ああ、江松さんが亡くなった記事ですね。エヴァさんがすごい痩せたので大丈夫なのかなと思っていたんですが、亡くなってしまいました。まあいろいろ、ちょうどもう時間が来てしまったので、またこの2005年の10月12日の現状報告は後でやってみたいと思います。次の動画で会いたいと思います。